明日も広範囲で雨となりそうです。野沢さん、今日に続き明日も傘が活躍しますか？そうですね、うん、かなり広範囲といった状況で、まあ、結構しつこく残るところもあるかなといった流れとなりそうです。まず気圧配置です。でこちらの方22日木曜日午前9時の予想天気図なんですが、まあ、前線は今日から明日にかけてゆっくりゆっくり南下していくといった状況なんですけども、はい、まあ、しっかりと離れるまでには時間かかるかなといった状況ですね、うん、はい。でこちら21時です、さらに南下はしていくんですが、まあ、いくつか関東沖であるとか四国沖、この辺りにいわゆるシアーラインが残るんですね、はい、まあ、その影響を受けてしまうかなといった状況になりそうです、はい。で明日の天気の流れです。で青いところが雨になるわけですけども朝の段階は結構広範囲で降ってますよね、はい、で時間の方を進めていくと、まあ、徐々に九州などでは止んでくるところも出てくるわけなんですが、はい、ただ関東から東海、近畿、それから四国、九州太平洋側はこちらの方に関して言うと前線は離れてもその後残る視野の影響で夜遅い時間になってもまだまだ雨が降りやすい状況が続いてしまうというふうに見た方が良さそうですね。はい、わかりました。雪の降るエリアでは路面状況にもお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。